皆さんこんばんは、みりんです。よし今日もラジオやります。今日はね、恋愛のねお話をね、インスタのストーリーでたくさんもらったので、それについてねお話ししていこうと思います。皆さんのお休みの時とか勉強の時とか、何か作業する時のお供になったら嬉しいです。よし、じゃあ何からにしていこうかな、何からにしようかな。好きな人にどうアタックする。アタックか、私めっちゃ自分からアタックするタイプで結構ライブとかよく見てくれてる子は何回も聞いてるかもしれないんだけど、もう今しかないってずっと思うようにしてて、ここで話さないと後悔、絶対後悔すると思ってもうガンガン行くんですけど、好きな人にねアタックするとき、なんか好きって遠回しに言うのをめっちゃやります。なあ、難しいけど、例えば、わあ私こういう服装の人好きとか、なんだろう、例えばその人が背が高かったら、私背が高い人好きなんですよねとかで、ちょっと小柄な人だったら、私少し小柄な人の方がタイプなんですみたいな感じで、もうそのあなたのこと、あなた自身のことすごく好きですよっていうのをもうガンガン匂わせる発言をしていきます。あと周りにも言っていく、〇〇くんのこと好きなんだとか、〇〇くんのこと推しとるんやとか言うようにして、こう周りからも固めつつ本人にも言うっていうのをやりました。あと目が合った時に絶対にニコってするとかやってたな昔鬼恥ずかしいねこれめっちゃ恥ずかしいな、やってたよ。でもなんかなんか授業中とか、例えば自分が前の方の席で後ろの方に好きな子がいたりとかしたら、こうプリントとか配る時にこう後ろ向くやんか、その時にちょっとこう目合わないかなと思って見て、目合ったらニコってしているとか、どうでしょうかなんか私はそういうのをね、こういっぱいもう全力でやるタイプでした、というちょっと私の話になっちゃったんだけど、そんな感じでね、好きって伝える遠回しにね、なんか告白はなんとなくこう自信ないとなかなかできないかなと思ってて、好きです、付き合ってくださいっていう言葉はちょっとね後の方に取っとくんだけど、それよりも前にこういう人好きとか、あなたみたいな人好きみたいなのをこうふわっと言っとくのと、目があったらにっこりするでアタックするのはいかがでしょうか。どうかな。次ね、好きな人に一緒に花火しようって誘われました。最高、最高やね。どっちで行くかやね。浴衣とかもバッチリ決めて花火ギャップで行くか、もう別にそんな気取ってないですよみたいな感じで、結構ラフな、もう T シャツにデニムみたいな感じで、もう全力で花火楽しむぞスタイルで行って無邪気にはしゃぐか、どっちかだね。あ、どっちも楽しいだろうな。あれやるのかな、あの線香花火、どっちが長い間つけておれるか競争しようみたいな感じで言ってさ、で先落とした方罰ゲームねみたいな、何でも言うこと聞くことみたいな質問一個答えることみたいな、どうそれで好きな人おるみたいな聞いたりとか、青春だ、めちゃめちゃ青春だね。羨ましい、羨ましいよ、めっちゃ羨ましいです。花火楽しんでね。異性から見てニキビは低印象ですか。ニキビか、
なんかやっぱ体質とかもあるし、あと中学生とか高校生とかってニキビできやすいから、なんか自分もだけどみんなもできてるし、なんかあんまり気にしない、なんかそれよりなんか全力で遊んでたり、全力で部活頑張ってたりとか、一生懸命勉強頑張ってたりとか、なんかそういうところに惹かれる人が多いんじゃないかなと私は思うんだけど、でもなんかだからといって何にもケアしてないのがいいっていうのはまあ当然なくて、こう例えばおでこにニキビ、私はねよくやってたんだけど、生まれつきねあんまりニキビできる体質じゃないっていうのは確かにあるのかもしれないけど、おでことかにニキビできちゃったらもうね前髪をもう全開けして逆に見せに行くというか、オープンにして学校とか行ってもう言っちゃうおニキビできちゃって、もう変にね前髪とかでも湿気さしたらあれやから、もう出していくスタイルにするわって言って、もうみんなに公言しちゃうのね。そしたらなんか、あニキビ気にしてるけどなんか対策しようと頑張ってるんだなって伝わるかなと思って、やっぱりなんかニキビが低印象って思われるのって多分ちょっとこう清潔感とかの面で気になってるんじゃないかなと思うんだけど、もう思春期ニキビとか体質の方のニキビとかも仕方がないから、ただそれをなんかこう改善しようと頑張ってるとか、こう清潔に保とうとしてる姿勢というか、まあニキビ以外のところでも服とか持ち物とかなんかそういうところでちゃんとね清潔感が保ってあれば全然私は気にならないかなと思います。なんか大人ニキビとかもあるけど、もうね仕方ないからね、肌の悩みはなんかほったらかしにしてなくってちゃんと対策してるっていうところだったら全然いいかなと私は思います。次ね、もう少しで付き合って半年なんですけど、あーおめでとう、私は何をしたらいいんでしょうか。ステップ的な話かな、次のステップ的な話かな。何もしなくていいよ、何もしなくていいってね語弊があるけど、別に半年だから何々しないといけないとかも全然ないから、二人のペースで二人の順序で進んでいったら全然いいと思うよ。うん、なんか進みたい、ちょっと一歩進みたいなっていう気持ちがもしあるんだったら、そのね相手のパートナーにこう可愛く言ってみてもいいかもしれん。なんか例えばだけど手とかつなぎたいなとか、なんか今度の記念日にチューしないとか恥ずかしい、なんかそんな風に言ったら絶対パートナーも可愛いって思うし嬉しいって思うと思うから、うん、全然ねもうパートナーと相談してゆっくり決めていったらいいと思うよ。気にしちゃダメだ。前熱ある時に好きな人がおでこに手当てて熱測ってくれました。何それどうなってるの、何何何、そんななんか漫画みたいなことが実際に起こりうるの、最高だね。え、手当てておでこに、熱っぽいなみたいな言ってくれるってこと、わーめっちゃいいな、そんなの、私そんなのだってこれ付き合ってないんでしょ、そんなのなかった、そんなことしてもらったことないよいいね、羨ましいよ。小学校から同じなった子のこと気になってるけど好きなのかよくわかりません。なるほどね、好きだけ、いや、そう、気になってるけど好きかわかんない、はあ、難しいね。どうだったっけ、なんか大人になると結構付き合ってから好きになっていく人が多いんじゃないかなと思ってて、
まあ、私しかり、私の周りの友達もしかりなんだけど、なんかこうなんとなくこの人とは別に付き合ってもいいというか、自分のパーソナルな部分に踏み込んでもらっても OK ってなって、それでも付き合うの。そういう人に巡り合う機会っていうのが大人になるとマジでなくなっちゃうから、もうそれぐらいで付き合って、で付き合ってからその本当の相性とか好き度とか、こう好きを重ねていくっていうのか、どんどん好きになっていくっていう感じが多いんじゃないかな。もう好きで好きでたまらないから付き合ってくださいって大人になってからってあんまり聞かないんだよね。だけど小学校とか中学校とかの時ってやっぱりこう一緒にいる時間が長いから、学校とかずっと一緒だと相手のことも本当によくわかるし、それでね、好きになるから付き合ってになるっていうのがやっぱり多かったのかなと思うんだけど、なんか全然気になってるからこう好きになることもあると思うから、もしねタイミングがあるんだったら、なんかこう一回遊びに誘ってみるとか、連絡ちょっとまめに取ってみるとかして、この人好きになりそうかな、どうかなっていうのをもう一回確認してみてもいいかもしれんね。なんか気になってるけどどうしようかなってこうモヤモヤしてて、そのまま何もなく流れちゃったらちょっと寂しいもんね。ていうかどうでしょうか一回ねちょっとこう好きになり、なれるかどうかとか、好きになりそうかどうか確認するのは全然ありじゃないかなと思います。彼氏くんが冷たい、それ辛いよね、それ辛いね、辛いわかるよ。結構ドライな彼氏と付き合ってた時はもう本当に気を引かせたくて必死で、なんか無駄なことたくさんしちゃったなって今思うとすごい思うんだけど、なんかそういうタイプの子が合う子もいるし、なんかタイプだと思うんだけど、私は合わなかったのね、そういう冷たくされる彼氏と合わなくて、なんちょっと S っぽいっていうのかな、なんて言うんだろう、なんかちょっとこう放置気味というか、 Going my way というか、自分の世界観がしっかりある人と付き合うっていうのが自分全然向いてないっていうことに、まあ、付き合ってみて分かって、もうそこからはその付き合う人はなんかこう100ゼロで私の話を真剣に聞いてくれるとか、こう全力で向き合ってくれる人としかもう付き合わないようにしたんだけど、逆に私の親友とかはなんかあんまりこう自分に構われるのが嫌だっていうタイプで、逆にこう構われすぎて別れたりとかしてたのね。今は結構お互いの時間大事にする彼氏と付き合ってすごくうまくいってるっていうのがあって、なんかやっぱそういう人とそういう人が合うし、なんか冷たい人と会う子もいるし会わない子もいるしっていうのをなんか一個確認してみてもいいのかなって思うのと、あとはまあとは言ってもやっぱり彼氏は好きだから、なんか改善方法何かあるかな、冷たい彼氏に。なんだろう、なんかもうめっちゃ甘えてみる、もう驚くほどに甘えてみるとかなんかもう、あもうできない、もう無理だよみたいなやってこれやって、全部もう彼氏が引くほどに甘えてみる、今日はもう甘えさせてねみたいな、甘えるデイを一個作ってみる、あいいねこれ、甘えるデイを作る、彼氏にも言う、今度のデートの日はもう甘えるデイにさせて、もう完全に甘えるから全部受け止めてね。でまた彼氏のその彼氏がやりやすいデイを作ってみるとか、なんかそれ言ってみたら意外とうまくいく可能性ないかな、どうなんだろうなんて思いました今日もいっぱい話しちゃった、何かね参考にならないよね、参考にはならないけど、まあ
ミネインはこういう風に考えてるんだなって思ってくれたら嬉しいです。またね、ちょっとね、今日たくさんね、あのインスタでねコメントもらったのでね、他のやつにも今度答えてみようかなと思うので、よかったらまた聞いてみてね。じゃあなんだっけ高評価とチャンネル登録と、インスタとかツイッターとか YouTube とか、間違えた、これ YouTube だねまた見てもらえたら嬉しいです。じゃあまたみんなおやすみ、またね、素敵な夢を見てね。